静止画かと思いましたか？違うんです。本日は皆様にお知らせというかご報告がございます。もう見てお分かりの通り、本日は葉山純奈とポンポでございます。はい、ということで私家族が増えました。名前はボンゴです。今、6月15日現在で生まれて4ヶ月です。お誕生日は昨日だったね。2020年のバレンタインで生まれということで2月14日生まれでございます。はい、でオスです。そんなところで今私はですね、ベランダのボンゴスペースに私がお邪魔している状態でございます。ごめんね、ケツでっかくて。ほんで彼との出会いなんですけれども、とある知人からチワワのブリーダーさんがいるんだけれども、その方がコロナの影響でちょっともうそのチワワを飼い続けることが困難であり、引き取ってくれる方を探しているので、拡散、SNS 上での拡散を協力してもらえませんかってお話をもらったタイミングで、私本当にパートナーシップ解消、離婚とか事務所解散とかすごいいろんなことが重なって、みんなに発表したあとすぐだったんですよ。本当生きる気力もなくなっちゃってて、でむしろその拡散ができないんですね、活動休止って言ってしまっていたので。でまあそんなところからどうしようと思ってたんですけど、私もジェスっていう愛犬を、2年半前かなに飼ってて、事故で亡くしちゃってるんですけど、その子を失ってからもちろんすぐまた飼いたいなって思ったんですけど、とてもじゃないけどちょっとトラウマというかすごい怖くて飼えなかったっていうところも正直あって、まあ、そのブリダさん自体もまたゆくゆくはチワワをいっぱい飼える状況を用意して引き取りますっていうことだったので、じゃあ一時お預かりっていう形になるかなっていうところで、ボンゴちゃん私が一人だったら引き取れますっていうことで、もう3日くらいは一応悩んだんですけど、でももう引き取りに行っちゃって、私仕事とかもあるの でワンちゃん飼う予定ではなかったから、最後までね一緒に入れるかが分からなかったので、みんなには隠していたんですけれども、ちょうど1ヶ月くらい前かなに生配信中にクンクン言い出しちゃいましてバレちゃったんだよね、ボンちゃん。ボンちゃんのインスタグラムがございますので、よかったら見てください。いやもう本当に可愛くて、私親バカじゃないと思うんだけど、普通に私自分で飼ってるからとかじゃなくて、本当に可愛いの、性格も見た目も全部が。なのでぜひね、癒されたい方はよかったらフォローしてください。でボンちゃんと一緒に生活するようになってまだ2ヶ月くらいなんですけど、もうねやっぱり一緒にいるともう離れたくない、が飼ってしまいまして、もう結局どうにか一緒に住めないかっていうところでいろいろ調整しながら、引っ越しもボンちゃんのことも考えつつ引っ越しをして、まあ私は今のところはもう本当に最後まで一緒にいたいなって思っている次第でございます。名前の由来なんですけど、私が3歳とかからかな、で小学校上がるくらいまでの間すっごく気に入ってて、鼻がもうね取れるまでねずっと抱っこして寝てたクマちゃんのぬいぐるみがあるんですけど、そいつの名前がボンゴで、そのボンゴのぬいぐるみに顔がそっくりだったのでボンゴにしました。ボンちゃんの好きなことはおもちゃをねこう引っ張り合いっこするのが好きなのと、あとこのベッドなんですけど、これをふみふみふみするのがすごい好き。本当に甘えたちゃんで、
こうしてね、そばからね、離れません。なんか人懐っこくて、ワンって言わないの、本当に。クン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 言うんだけど、本当に賢くて、ワンって言ったのは数えれるくらいしか聞いたことがありません。結構ね、性格としてはおっとりしているんだけれども、怒ると怖いです。ただ、あんまり怒りません。誰にでも懐くし、愛嬌いいし、たまに変です。私はなるべくね、お家でお仕事することが多いので、でもボンちゃんとお仕事を行き来しながらステイホームをすごく楽しんでいますし、彼がいたことによって私はまたなんか生きる活力をもらって、本当に感謝しています。やったことにお尻向けてて、すいませんけど、このお尻可愛くないですか？たまらないんですよ。ボンちゃん、ちょっとお顔見せようよ。からね、いろんなシーンでボンちゃん出てくると思うんですけど、ボンゴと私のモーニングルーティンとかナイトルーティンとか、なんかそんなのも撮りたいなと思ってますし、ボンちゃんの癒し動画とかも載せたいなと思っています。で、ボンちゃんの紹介ついでのあれなんですけど、私すごい前々から思ってることがあって、こういうペットだったりとか、子育て口出す人が多すぎてびっくりしてて、今回も私その引き取った経緯とかそんなにざっくり事細かく書かなくても、なんとなくニュアンスで分かってくれるだろうと思って、インスタにずっとは一緒にいれないかもしれないけど、ブリーダーさんから引き取りましたっていう風に、書いたんですけど、なんで一生進めないんだったら買うんだよとか、赤ちゃんの可愛い時だけ買って捨てないでくださいみたいな、すんごいコメント来て、ちょっと待ってと思って、本当にそのね、SNS って 100% 全て出してるのかって、誰しも絶対そうじゃないと思うんですよ。でその一面だけを見てめちゃくちゃ叩いてみたりとか、意見という名の押し付けがすごくて、ボンちゃんに関してもそうですけど、私が旗で見てても、よく配信で話してるんですが、 TikTok とかで、ね、私がすごい印象的だったのが、赤ちゃんがね、こしょばされてキラ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 って笑ってる、すごい幸せなハッピー動画が載ってたんですよ、TikTok に。でコメントがいっぱい書いてある、数字だけ見えてて、なんて書いてあるんだろうと思って見に行ったら、窒息死する、虐待だとかめっちゃ書いてあって、ちょっと待ってみたいな、赤ちゃんに触れたことないのかなと思ったのが一つと、これが虐待ってどういうことみたいな、心ない言葉でわんさか溢れてて、もちろんね、ちょっとね、こんなの当たり前だし、別にこれで窒息死なんてありえないっていう、で私が見ててもそう思ったの、窒息するなんてありえないレベルなのに、ガンガン書かれたりとかして、でボンちゃんのことでも結構ね来るんですよ、見えてるとこでも見えてないとこでもなんですけど、で一応申しておくと、私もワンちゃん飼うの初めてではないので、実家とかでずっと飼ってましたし、みんな大事にしてると思いますし、なんか聞くときとかもあるの、なんかこういうのどうしたらいいのかなって、そういうときは答えてくれても本当にありがたいんですけど、で私は別にいいんだけどね、他の人とかもなんかこう、お母さん、ママやってること、ママ、パパとかは、なんか、ママのありがた迷惑だわって思う人の方が多いと思いますし、一面だけ見てこう言うのやめていきましょうね。心がある、愛のあるね、教えだったら全然届くんですよ。やっぱこうしてあげたらどうですかとか、こうしてあげるといいですよとか、そんなんは全然 OK なんだけど、私が言ってんのは、何々だからかわいそうとか、なんかこうこうこうなんだからやめてくださいみたいな。いや、それって私は意見じゃないと思うんで、なんだろう、普通にハッピーを共有できる場所に SNS していきたいなと思います。
そんな股間で見つめてこんといて。一緒に住んでますというお知らせでございました。あの悲しい誹謗中傷がありましたが、まあ、そういうものとかにもね、まあ、2年半かかりましたけれども、あのまたこうしてね、可愛い家族と一緒に過ごせて私は今とても幸せです。でまたあの時に、ね、起きたことが二度と起きないように、とはいえ事故なので何があるか分かんないっちゃ分かんないんですけど、でも大事に大事に育ててますね。眠たそうですが、また次の動画でお会いいたしましょう。またね、バイバイ。